島から、はい、あの四国から、はい、引き合いが来たりみんなしてるみたいですよ。特に最近関西電力からも引き合いが来てどうのこうの話してますよ。ですか、うん、みんな景気のいい話しますね。ねえ、ちだけやね、こんなの。いや、ちだけです。半分か。スタンドのタンクローリー屋さんは一人でやってるんですか。違う違う違う。だから射程工場まであるから、何人？十何人ぐらいでやってるの。玉村ですか。そう、俺の知り合いが玉村に一人いるんですけど、整備工場始める前にさ、はい、もう店閉めた。うーん、不況で。おお、新築で建てたんですよ。3000万か4000万かけて。あらららら、じゃあ大変じゃん、畳むったって。うん、だけど俺に話が来たんですよ。うん、皆さん伊勢崎に引っ越してんの、うん、家賃20万ぐらいで、うん、バカかってそうだよね。まあまあ面積にもよるけど、チューリフとかやオイルからここから全部揃ってるらしいんですよ、うん、はい。おお、やっぱ自作のヘラだね。知ってましたよ、社長。何を？このヘラ使うっていうね。うん、内側で塗るじゃないですか。はい。ね、こう塗るでしょ。うん。こっち側にパテでもエポキシでもついとったら、うん、引っ張ってくるんですよ。あ、なるほど。じゃあダメなわけで、きれいにしないといけないんだ。そうです。裏べらをきれいに取ってやらんと、うん、表に引っ張ってくるんですよ。ああ、なるほど。いや、知らなかったです。全然。あ、そうなんだ。いや、綺麗に塗る跡、塗り跡がさ、綺麗だなと思って見てたんだけど、こっち側にパテがついておけば、うん、引っ張ってくるんですよ。ああ、そういうこと。じゃあ、裏をほんと綺麗にしとかないとダメなんだ。いやー、いいこと教わった。やっぱりプロという仕事すると勉強になるね。で、教えてくんないよ、そういうことは。ねえ、当たり前のようにやっちゃってさ、ね、うん、ずいぶん綺麗だなっていうだけでさ、うーん、ノウハウだとか言われておしまいじゃない。ねえ。こっち側についとったら引っ張ってくるんですよ。なるほど。じゃあ、ちゃんとそれに見合ったパテになってるってこと？そうです。橋さんは。はい、ああ、本当に。で、何？じゃあ、それはパテの、あの種類によっては、引っ張りにくいのと引っ張りやすいのとあるわ。いやいや、もうパテはもう全般的です。常識。コーキングにしても常識です。常識。常識です。失礼しました。で、それから漏れてないってことね、一応。あ、上手だな、やっぱり。見事だな。ここ行きますか。はい、そうですね。うん、綺麗だ。すっげえ綺麗だ。驚きました。
こんな綺麗に塗るとは。島から、はい、あの四国から、はい、引き合いが来たりみんなしてるみたいですよ。特に最近関西電力からも引き合いが来てどうのこうの話してます。ですか、うん、みんな景気のいい話しますね。ねえ、ちだけやね、今度の。いや、ちだけです。半分か。スタンドのタンクローリー屋さんは一人でやってるんですか。違う違う違う。だから車検工場まであるから、何人？十何人ぐらいでやってるの。玉村ですか。そう、俺の知り合いが玉村に一人いるんですけど、整備工場を始める前にさ、はい、もう店閉めた。不況で。新築で建てたんですよ。3000万か4000万かけて。あらららら、じゃあ大変じゃん、畳むったって。だけど俺に話が来たんですよ、うん、伊藤さん伊勢崎に引っ越してんの、うん、家賃20万ぐらいで、うん、バカかってそうだよね。まあまあ面積にもよるけど、チューリフトからオイルからここから全部揃ってるらしいんですよ、うん、はい。おお、やっぱ自作のヘラだね。知ってましたよ、社長。何を？このヘラ使うっていうね、うん、内側で塗るじゃないですか。はい。ね、こう塗るでしょ。うん。こっち側にパテでもエポキシでもついとったら、うん、引っ張ってくるんですよ。ああ、なるほど。じゃあダメなわけで、綺麗にしないといけないんだ。そうです。裏べらを綺麗に取ってやらんと、うん、表に引っ張ってくるんですよ。ああ、なるほど。いや、知らなかったです。全然。あ、そうなんだ。いや、綺麗に塗る跡、塗り跡がさ、綺麗だなと思って見てたんだけど、内側にパテがついとけば、うん、引っ張ってくるんですよ。ああ、そういうこと。じゃあ裏をほんと綺麗にしとかないとダメなんだ。いやー、いいこと教わった。やっぱりプロという仕事すると勉強になるね。で、教えてくんないね、そういうことはね。え、当たり前のようにやっちゃってさ、うん、ずいぶん綺麗だなっていうだけでさ、んー、ノウハウだとか言われておしまいじゃない。ねこっち側についとったら引っ張ってくるんですよ。なるほど。じゃあ、ちゃんとそれに見合ったパテになってるってこと？そうです。橋さんは。あー、ほんとに。で、何？じゃあそれは、パテの、あの種類によっては、引っ張りにくいのと引っ張りやすいのとあるわ。いやいや、もうパテはもう全般的です、ね、常識。コーキングにしても常識です。常識、常識です。失礼しました。で、それから漏れてないってことね、一応。あ、上手だな、やっぱり見事だな。ここ行きますか。はい、そうですね。うん、綺麗だ、すっげえ綺麗だ。
驚きました。こんな綺麗に塗るとは。島から、はい、あの四国から、はい、付き合いが来たりみんなしてるみたいですよ。特に最近。関西電力からも付き合いが来てどうのこうの話してました。ですか。うん、みんな景気のいい話しますね。ね。ちだけやね、こんなの。いや。うちだけです。半分か。スタンドのタンクローリー屋さんは一人でやってるんですか。違う違う違う。だから車検工場まであるから、何人？十何人ぐらいでやってるの。玉村ですか。そう、俺の知り合いが玉村に一人いるんですけど、整備工場を始める前にさ、はい、もう店閉めた。へー。不況で。おー。新築で建てたんですよ。3000万か4000万かけて。あらららら。じゃあ大変じゃん、畳むったって。うん。だけど俺に話が来たんですよ。うん。伊藤さん伊勢崎に引っ越してんの。うん。家賃20万ぐらいで。うん。バカかってそうだよね。まあまあ面積にもよるけど、チューフトからオイルからここから全部揃ってるらしいんですよ。はい。おお、やっぱ自作のヘラだね。知ってましたよ、社長。何を？このヘラ使うっていうね。うん。内側で塗るじゃないですか。はい。ね、こう塗るでしょ。うん。こっち側にパテでもエポキシでもついとったら、うん、引っ張ってくるんですよ。ああ、なるほど。じゃあダメなわけで、綺麗にしないといけないんだ。そうです。裏べらを綺麗に取ってやらんと、うん、表に引っ張ってくるんですよ。ああ、なるほど。いや、知らなかったです。全然。あ、そうなんだ。いや、綺麗に塗る跡、塗り跡がさ、綺麗だなと思って見てたんだけど、内側にパテがついておけば、うん、引っ張ってくるんですよ。ああ、そういうこと。じゃあ、裏をほんと綺麗にしとかないとダメなんだ。いやー、いいこと教わった。やっぱりプロという仕事すると勉強になるね。で、教えてくんないよ、そういうことは。ねえ、当たり前のようにやっちゃってさ。ですね。うん、ずいぶん綺麗だなっていうだけでさ、うん、ノウハウだとか言われておしまいじゃない。こっち側についとったら引っ張ってくるんですよ。なるほど。じゃあ、ちゃんとそれに見合ったパテになってるってこと？そうです。橋さんは。はい、ああ、本当に。で、何？じゃあそれは、パテの、あの種類によっては、引っ張りにくいのと引っ張りやすいのとあるわ。いやいや、もうパテはもう全般的です、ね、常識。コーキングにしても常識です。常識。常識です。失礼しました。で、それから漏れてないってことね、一応。そうですね。あ、上手だな、やっぱり見事だな。ここ行きますか。はい、そうですね。うん、綺麗だ。
すげえ綺麗だ。驚きました、こんな綺麗に塗るとは。島から、はい、あの四国から、はい、引き合いが来たりみんなしてるみたいですよ。特に最近関西電力からも引き合いが来てどうのこうの話してます。ですか、うん、みんな景気のいい話しますね。ねえ、うちだけやね、こんなの。いや、うちだけです。半分か。スタンドのタンクローリー屋さんは一人でやってるんですか。違う違う違う、だから車検工場まであるから、はい、何人十何人ぐらいやってるの。玉村ですか。そう、俺の知り合いが玉村に一人いるんですけど、整備工場始める前にさ、はい、もう店閉めた。うーん、不況で。おお、新築で建てたんですよ。3000万か4000万かけて。あらららら、じゃあ大変じゃん、畳むったって。うん、だけど俺に話が来たんですよ。うん、伊藤さん伊勢崎に引っ越してんの。うん、家賃20万ぐらいで。うん、バカかってそうだよね。まあまあ面積にもよるけど、チューリフからオイルからここから全部揃ってるらしいんですよ。はい、おお、やっぱ自作のヘラだね。知ってましたよ、社長。何を？このヘラ使うときにね。うん。内側で塗るじゃないですか。はい。ね、こう塗るでしょ。うん。こっち側にパテでもエポキシでもついとったら、うん、引っ張ってくるんですよ。ああ、なるほど。じゃあダメなわけで、綺麗にしないといけないんだ。そうです。裏べらを綺麗に取ってやらんと、うん、表に引っ張ってくるんですよ。ああ、なるほど。いや、知らなかったです。全然。あ、そうなんだ。いや、綺麗に塗る跡、塗り跡がさ、綺麗だなと思って見てたんだけど、内側にパテがついておけば、うん、引っ張ってくるんですよ。ああ、そういうこと。じゃあ裏を本当綺麗にしとかないとダメなんだ。いやー、いいこと教わった。やっぱりプロという仕事すると勉強になるね。で、教えてくんないよ、そういうことは。ねえ、当たり前のようにやっちゃってさ。ですね。うん、ずいぶん綺麗だなっていうだけでさ、うん、ノウハウだとか言われておしまいじゃない。こっち側についとったら引っ張ってくるんですよ。なるほど。じゃあ、ちゃんとそれに見合ったパテになってるってこと？そうです。橋さんは。はい、ああ、本当に。で、何？じゃあそれはパテの、あの種類によっては、引っ張りにくいのと引っ張りやすいのとあるわ。いやいや、もうパテはもう全般的です、ね、常識。コーキングにしても常識です。常識、常識です。失礼しました。で、それから漏れてないってことね、一応。そうですね。あ、上手だな、やっぱり見事だな。ここ行きますか。はい、そうですね。
うん、綺麗だ。すっげえ綺麗だ。驚きました。こんな綺麗に塗るとは。島から、はい、あの四国から、はい、引き合いが来たりみんなしてるみたいですよ。特に最近。関西電力。あれも引き合いが来てどうのこうの話してます。ですか。みんな景気のいい話しますね。ね。ちだけやね。いや。うちだけです。半分か。スタンドのタンクローリー屋さんは一人でやってるんですか。違う違う違う。だから車検工場まであるから、何人？十何人ぐらいやってるの。玉村ですか。そう、俺の知り合いが玉村に一人いるんですけど、整備工場を始める前にさ、はい、もう店閉めた。うーん、不況で。おお、新築で建てたんですよ。3000万か4000万かけて。あらららら、じゃあ大変じゃん。畳むったって。うん、だけど俺に話が来たんですよ。うん、伊藤さん伊勢崎に引っ越してんの、うん、家賃20万ぐらいで、うん、バカかってそうだね。まあまあ面積にもよるけど、チューリフからオイルからここから全部揃ってるらしいんですよ、うん、はい。おお、やっぱ自作のヘラだね。知ってましたよ、社長。何を？このヘラ使うときにね、うん、内側で塗るじゃないですか。はい。ね、こう塗るでしょ。うん。こっち側にパテでもエポキシでもついとったら、うん、引っ張ってくるんですよ。ああ、なるほど。じゃあダメなわけで、綺麗にしないといけないんだ。そうです。裏べらを綺麗に取ってやらんと、うん、表に引っ張ってくるんですよ。ああ、なるほど。いや、知らなかったです。全然。あ、そうなんだ。いや、綺麗に塗る跡、塗り跡がさ、綺麗だなと思って見てたんだけど、こっち側にパテがついておけば、うん、引っ張ってくるんですよ。ああ、そういうこと。じゃあ、裏を本当綺麗にしとかないとダメなんだ。いやー、いいこと教わった。やっぱりプロという仕事すると勉強になるね。で、教えてくんないね、そういうことは。ね、当たり前のようにやっちゃってさ。そうね。うん、ずいぶん綺麗だなっていうだけでさ、うん、ノウハウだとか言われておしまいじゃない。ね、こっち側についとったら引っ張ってくるんですよ。なるほど。じゃあ、ちゃんとそれに見合ったパテになってるってこと？そうです。橋さんは。はい、ああ、本当に。で、何？じゃあそれは、パテの、あの種類によっては、引っ張りにくいのと引っ張りやすいのとあるわ。いやいや、もうパテはもう全般的です、ね、常識。ホーキングにしても常識です、ね、常識。常識です。失礼しました。で、それから漏れてないってことね、一応。そうですね。あ、上手だな、やっぱり見事だな。ここ行きますか。
はい、そうですね。うん、綺麗だ。すっげえ綺麗だ。驚きました。こんな綺麗に塗るとは。島から、はい、あの四国から、はい、付き合いが来たりみんなしてるみたいですよ。特に最近。関西電力からも付き合いが来てどうのこうの話してます。ですか。うん、みんな景気のいい話しますね。ね、うちだけや、いや、うちだけです。半分か。スタンドのタンクローリー屋さん一人でやってるんですか。違う違う違う。だから車検工場まであるから、何人？十何人ぐらいでやってるの。玉村ですか。そう、俺の知り合いが玉村に一人いるんですけど、整備工場を始める前にさ、はい、もう店閉めた。不況で。おー、新築で建てたんですよ。3000万か4000万かけて。あらららら、じゃあ大変じゃん。畳むったって。だけど俺に話が来たんですよ。うん、お父さん伊勢崎に引っ越してんの、うん、家賃20万ぐらいで、うん、バカかって。そうだね、まあまあ面積にもよるけど、注意布団からオイルからここから全部揃ってるらしいんですよ、うん、はい、おお、やっぱ自作のヘラだね。知ってましたよ、社長。何を？このヘラ使うっていうね、うん、内側で塗るじゃないですか。はい。ね、こう塗るでしょ。うん。こっち側にパテでもエポキシでもついとったら、うん、引っ張ってくるんですよ。ああ、なるほど。じゃあダメなわけで、綺麗にしないといけないんだ。そうです。裏べらを綺麗に取ってやらんと、うん、表に引っ張ってくるんですよ。ああ、なるほど。いや、知らなかったです。全然。あ、そうなんだ。いや、綺麗に塗る跡、塗り跡がさ、綺麗だなと思って見てたんだけど、内側にパテがついておけば、うん、引っ張ってくるんですよ。ああ、そういうこと。じゃあ、裏を本当綺麗にしとかないとダメなんだ。いやー、いいこと教わった。やっぱりプロという仕事すると勉強になるね。で、教えてくんないよ、そういうことはね。え、当たり前のようにやっちゃってさ、ね、うん、ずいぶん綺麗だなっていうだけでさ、うん、ノウハウだとか言われておしまいじゃない。ねえ。こっち側についとったら引っ張ってくるんですよ。なるほど。じゃあ、ちゃんとそれに見合ったパテになってるってこと？そうです。橋さんは。はい、ああ、本当に。で、何？じゃあそれは、パテの、あの種類によっては、引っ張りにくいのと引っ張りやすいのとあるわ。いやいや、もうパテはもう全般的です、ね、常識。コーキングにしても常識です。常識。常識です。失礼しました。で、それから漏れてないってことね、一応。そうですね。あ、上手だな、やっぱり見事だな。
ここ行きますか。はい、そうですね。うん、綺麗だ。すっげえ綺麗だ。驚きました。こんな綺麗に塗るとは。島から、はい、あの四国から、はい、引き合いが来たりみんなしてるみたいですよ。特に最近。関西電力からも引き合いが来てどうのこうのって話してます。ですか。うん、みんな景気のいい話しますね。ね。だけやね、いや。だけです。半分か。スタンドのタンクローリー屋さんは一人でやってるんですか。違う違う違う。だから車検工場まであるから、何人？十何人ぐらいでやってるの？玉村ですか。そう。俺の知り合いが玉村に一人いるんですけど、整備工場始める前にさ、はい、もう店閉めた。不況で。新築で建てたんですよ。3000万か4000万かけて。あらららら、じゃあ大変じゃん。畳むったって。だけど俺に話が来たんですよ。うん。お父さん伊勢崎に引っ越してんの。うん。家賃20万ぐらいで。うん。バカかって。そうだね。まあまあ面積にもよるけど、中リフトからオイルからここから全部揃ってるらしいんですよ、うん、はい。おお、やっぱ自作のヘラだね。知ってましたよ社長。何を？このヘラ使うときにね、うん、内側で塗るじゃないですか。はい。ね、こう塗るでしょ。うん。こっち側にパテでもエポキシでもついとったら、うん、引っ張ってくるんですよ。あ、なるほど。じゃあダメなわけで、綺麗にしないといけないんだ。そうです。裏べらを綺麗に取ってやらんと、うん、表に引っ張ってくるんですよ。ああ、なるほど。いや、知らなかったです。全然。あ、そうなんだ。いや、綺麗に塗る跡、塗り跡がさ、綺麗だなと思って見てたんだけど、こっち側にパテがついておけば、うん、引っ張ってくるんですよ。ああ、そういうこと。じゃあ、裏を本当綺麗にしとかないとダメなんだ。いやー、いいこと教わった。やっぱりプロという仕事すると勉強になるね。で、教えてくんないね、そういうことはね。え、当たり前のようにやっちゃってさ、うん、ずいぶん綺麗だなっていうだけでさ、ノウハウだとか言われておしまいじゃない。ねえ。こっち側についとったら引っ張ってくるんですよ。なるほど。じゃあ、ちゃんとそれに見合ったパテになってるってこと？そうです。橋さんは。はい、ああ、本当に。で、何？じゃあそれは、パテの、あの種類によっては、引っ張りにくいのと引っ張りやすいのとあるわ。いやいや、もうパテはもう全般的です、ね、常識。コーキングにしても常識です。常識。常識です。失礼しました。で、それから漏れてないってことね、一応。そうですね。あ、上手だな、やっぱり。見事だな。
ここ行きますか。はい、そうですね。うん、綺麗だ。すっげえ綺麗だ。驚きました。こんな綺麗に塗るとは。